水没したキーボードをビチャビチャにして直す。あまん立てこもる。今日のあまちゃんでございます。あまちゃんがね出てこないです。お風呂から出ますよ。あまちゃん、お風呂から出ますよ。やだって言ってる。出ないもんって言ってる。出ますよ。何？おやつって感じ？おやつじゃないです。もう行きますよ。あ、来ないよ。あ、来た。じゃあほら、上がりますよ。やだもーんって感じ。全然お風呂から出てくれない。それでは、本編スタートです。あ、行っちゃった。どうも、プニでーす。お元気ですか、皆さん。今日はね、このね、オタパソをね、修理していきます。これね、なんかね、ここにね、水っていうかね、なんていうんですかね、水分がこぼれたらしいです。ペットのね。で、キーがね、勝手に入ってる状態ですね。キーボードをね、逆さにして乾かしたらしいんですけど、やっぱりダメみたいですね。なので、分解して修理していきましょうというのが、今日のお話でございます。型番はね、G500 っていう、型番ですね。SSD にね、乾燥しているので、分解済みですね。それではね、分解していきましょう。ネジ2本でね、裏のカバーが取れます。ここにね、2本あるんですよね。で、1つはね、開封したかどうかわかるシールがね、貼ってあるっていう状態です。SSD にね、入れ替えたんで、もうね、保証も何も効かないんで、直らなきゃったら、諦めるということらしいです。で、とりあえずね、HDD の外し方はね、ここネジ2本外すとね、外れるんですよ。今回はね、キーボードを外したいんですけどね、なんか、分解の仕方がわからないんで、とりあえず、HDD をね、外してみる国さんです。これが、SSD になってる。で、とりあえず、もうわかんないから、いろいろネジ取ってってます。裏のカバーがね、がっぽり外れんのかなと思って。ネジはね、全部同じですね。だから迷うことはないんですけど、とりあえずね、外してってます。バイオスのバッテリーもね、外しましたけれども、この辺のケーブルもね、外してみましたが、Wi-Fi かなのモジュールはね、基板はね。まあ、ネジいろいろ外してんだけどさ、びくともしないんだよな。どうすっか。とりあえずファン外してみるか。とりあえずファンを外してみて。よいしょ。どんな感じかな。よいしょ。うわ、汚っ。やば。全部塞がってた。ほこりで。マジか。うわ、これは分解してよかったわ。うわ、やば。あ、これは壊れるわ。なんかね、シールの方にほこりもついちゃって。
完璧に撮れないけどね。こういう時はやっぱりハケですよね。ハケがね便利ですね。うわやば。まあこれは良かったわ、分解して。よし、とりあえず、パン掃除したかったんで、外しましたけれども。これキーボードどうやって外すんだ。わかんねえぞ。さ、調べましたよ。キーボードね、上から引っ張がすみたい。まさかの引っ張がすっていうね。あ、ほんとだ、外れてくるわ。あ、なるほどね。ただ剥がれてこないんだよな。あれ、まだネジがあるのかな。いや、なんかね、まだ止まってる気がする。あ、このネジだ。このネジをね、取り忘れておりました。黒いネジがキーボードのネジだ。で、2つは取ってたんですよ、黒いネジ2本。で、そのキーボードのネジって、ここにね、ちゃんとキーボードのマークがあったわ。3箇所で外れるみたい、キーボード。ピックが中に入っちゃってる。いやー、なるほどね。これで外れんの？あ、外れたわ。これは外し方わからんぞ。あ、でも交換は楽かもな。修理はね、楽なようにできてますよね。で、水も中までね、染み込む感じもあまりないですね。キーボードである程度の水分は、吸収してくれそう。で、この後ね、キーボード売ってるか調べたんですけど、あのね、中古か新品の英語版しかなくて、で、まあこのキーボード直すかっていうね、そういう話になりました。それではね、今やることはね、真似しないように自己責任でやってくださいね。無水エタノールでね、洗います。もうびちゃびちゃにして。ザッパザッパかけます。無水エタノールの方が、もう明らかに多分安いだろうからね。これでね、もうキートップね、外すと壊れそうなんで、これ何個か外したんだけど、全部取る勇気はなかった。なのでね、全部つけたまま洗います。もうこのままね、ピッチャピチャにして洗います。で、無水エタノールで洗うメリットっていうのは、速乾性があるんですよね。でも、どこまでね、水分がね、入ってるか、ペットの水分が入ってるかわからないんで、全部洗ってきます。もうちょっとホコリもね、一緒に洗っていきましょう。もうこれでね、無水エタノールがね、色変わってきたもんな。いや、もうね、キーボード押しながら、洗っております、今ね。ジャッパジャッパ、ジャッパジャッパですね。さあ、もうね、これで、だいぶね、ほら、すぐ乾燥していくんですよ。で、だいぶ汚れも取れたんで、いいでしょう。さあ、これで乾かしていきますよ。さあ、乾きました、無事にね。もうみるみる
蒸発していきましたね、無水エタノールが。うん。で、型番ね、ちょっと、詳しく見せてなかったんで、こんな感じでした。レドモの G500。うん。まあ一応ね、最初の方に文字では書いてたけどね、うん、このラベル見せてなかったんで。うん。というわけで、このオタパソは動くのか。さあ、どうかな。キーボードつないでみますね。水没したらね、もう、すぐね、洗った方がいいっす。無水エタノールで洗うのが正解だな、もうな。変にね、何ヶ月も経つと腐食しちゃうんで、すぐ洗った方がいいです。これ水没してね、1日しか経ってないんで、問題なくキーも打てるようになりました。まあ、こういう直し方もあるんだよということをね、ぜひ、もう一回型番見せとくか。覚えておいてください。まあどうせね、もう交換するしかない部品ですからね。やってみる価値はあると思います。ただね、よく乾かしてね。電源入れるときはね。まあ、すごく、キーボードも綺麗になったし、使えるようになったんで、これはこれで、また大事に使っていけると思います。それでは、またね。というわけで、今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。いやー、よかったな。水没したらね、もう、すぐ無水エタノールにね、つけた方がいいよ。またね。